さあ第1ラウンドです。 4.7 ライズ63、いよいよメインイベント。熊久保さん、はい、まさにスーパーファイトになりましたね。そうですね、楽しみですね。さあ山本選手はですね、本当60、国内の60キロのもうあらゆる選手を倒してきて、で最後に残されたのがやっぱりこのライズ60キロチャンピオン、はい、板橋選手の試合だと思うんですよね。そういう意味でやっぱり正弘選手にとってはその60キロ最後に残された仕事と言えるんじゃないですかね。はい、スピードスターと言われます。そうですね、また板橋選手の方もですね、これかあのいろいろな番狂わせを起こしてきて、はいはい、で今現在9連勝中ですか。そうですね、はい、なかなかできないですよね、考えてみたらそうですね、あの数少ない黒星というのももう同じ選手に2度。そうですね、はい、正弘選手、正弘選手ですね、はい、それもリベンジを果たしてから、ね、連勝街道爆進。思わずですね、山口元気さんが身を乗り出してしまいました、今そうでしたね、動きがありました。さあ山口さん、はい、まずどこを楽しみにしていらっしゃいますか。そうですね、パッと見た感じやっぱ山本選手60キロであっても結構体小さいですね。でもそれで3度今まで60キロのトーナメント優勝しているということはもうやっぱりテクニック的な部分、ハートの部分っていうのがやっぱトップレベルなんだろうなっていう、はい、ちょっと注目してみてますね。改めて言うなら空手ベース、そこからキックボクシングのフィールドへやってきた選手が。そうですね、打った後同じ場所にいないですよね、はい、必ずサークリングしてますね。そうなると相手はもちろんやりづらいわけですね。そうですね、そして逆にそこから山口さんやっぱり攻撃に移りやすいんですか。そうですね、フットワーク使うとなかなかボクシングと違って蹴りって出づらいんですけど、はい、山本伊藤選手はそこからやっぱ自分の攻撃につなげるのはやっぱり独自のものを持ってるんだと思いますね、はい、とにかく動きますよね。そうですね、板橋選手は今度なかなかこう照準が絞れないっていう感じですよね。あと山本選手はあれですね、クラッシュのグランプリ決勝のトーナメントからこうお尻開眼したんですよね。はい、はい、あのプッシュを、はい、藤原部長の先生がですね、提示したのプッシュですね、はい、あれを対応するのだったんですね、はい、あれ崩すんですよね。なるほど、その燃えたいの世界でですね、はい、外国人選手として対人選手以外でですね、はい、初めてラジャダムナースタジアムを制した藤原部長会長、やはり対人選手との戦いの中でもそうしたものを培ってきた部分を遺伝させているんでしょうね。そうですね、まあ、しかしこの距離感が本当絶妙ですよね、山口選手は、はいはい、自分の攻撃は当てて相手のポイントをもらわないっていうですね、はい、今なんか左ストレート入ってるように見えるんですけど、はい、いわゆるスリッピングアウェイっていうそのテクニックで、ボクシングのテクニックで、はい、パンチを方向に自分の首をひねってもらってるように見えるんですよ、実は当たってないみたいな、はい、そういうテクニックですよね。その威力を逃しましたか、はい、さあこちらは板橋、ここが自分のリングです。対策というより意外に普通に自分らしくいければ勝てるんじゃないかななんていう板橋のコメントもありました。熊久保さん、はい、やっぱり左フックが強烈ですよね、板橋は。そうですね、左のストレートですね、はいはい、あとは、まあ、多くの結構選手との関係者が指摘してたんですけども、やっぱり内田会長の戦略ですね、はい、戦略的なものだと思います。今いいジャブでしたね、当たりましたね、はい、さあ第2ラウンドは開始から30秒経過。これも今首を動かし肩を動かしパンチを当てさせません。前蹴りも体ひねって避けてましたね、そうですね、非常に細かいサウスポー同士なんですよね、はい、山本選手ちょっとサウスポー苦手なんじゃないかっていう話もあるんですけど、はい、そういうところは見れないですね。クラッシュのトーナメントの時、決勝戦は久保優太戦、はい、だいぶ長身の相手でしたよね。そうですね、長身のサウスポーには確実にやってしてるんですよね、はい、今回は165センチ、山本正弘目が167センチ板橋菅、山口さん右目ですか。そうですね、
だいぶ気にしている。ペースが変わりましたね、目を気にしてから、見えてないんじゃないですかね、はい、あでも左目も閉じるようにします。ミドルキック、完全に動き止まりましたね。そうですね、はい、いやこれは山口さん、はい、板橋がビッグチャンスを迎えたんじゃないですか。そうですね、今一気に攻めたいですね、うん、何か異常が起きてますね。そうですね、あ足が止まりましたね、はい、ローキックもミドルキックも当たります。逆にでも板橋選手のチャンスですよね。板橋の左ですよね、これ、はい、これはもうチャンスですね、一気に攻めた方がいいですね、はい、これはどうだ、ダウンではない、ダウンではありません。いやしかしトーナメントを3度制覇している王者危うし、板橋がまたまた大物食い、パンチをもらうようになりましたね。左目も閉じますけれども、それともすればダメージがどちらかと絞らせないようにしているのかもしれませんね。そうですね、いや恐ろしい選手です。この最中でも山本正弘、ブレイクです。でもこの局面を呼び込んだのは山口さん、間違いなく板橋ですよね。そうですね、しかし正弘選手攻めますね、攻めますね、時の攻めに上がりましたね。ピンチがチャンスとばかりにやっぱり、はい、波の選手ならここでやっぱ引いちゃって、はい、一気に決められちゃうんでしょうけど、キャリアのなせる技ですね、それと強いハートと、そしてくぐってきましたね、後ろの最後にオーバーハンドのフック、正弘が振るっていったところで第2ラウンド終了です。こらえましたね、このラウンドは赤コーナー青コーナー帰っていく表情が熊久保さん明らかに違いましたね、はい、そうですね、目がなんかね、異常が感じて、まだ治ってないですね。